ワロップおっきの皆さん、エスタマー、さあ今週も始まりました。シューティングスターの SS 卵、番組のパーソナリティを務めますガールズエンターテインメントユニット、シューティングスターの神崎菜の葉です。そして私と一緒に番組を盛り上げてくれるのは、シューティングスターのキャプテンでもある桃田芽衣です。こんばんは、シューティングスターの桃田芽衣です。そして今夜も私たちシューティングスターの活動や芸能界に関するいろいろな話をしてくれるのは、シューティングスターの生みの親であるカイチこと島田海人プロデューサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてなんと今夜はあれ、エスタマ初登場となるメンバーがこのスタジオに来てくれてます。皆さんこんばんは、シューティングスターの音野美空です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日は、音野美空を交えた4人でいろいろなお話をしていきたいと思いますが、その前に今夜も番組に入ってくれているリスナーさんがいらっしゃいますのでご紹介しましょう。めめめめさん、みんみんゼミさん、セコンさん、エスタマー、エスタマー、エスタマー。はい、ということで皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。SS たまごでは番組中の応援コメントをお待ちしております、うん、ぜひワロップのアプリからログインして番組へご参加ください。はい、はい、ということで、はい、新しく正式にメンバーとして加入っていう形で、ね、今日は初めての出演となりますけど、はい、どうですか美空、はい、今の心境は。そうですね、いやまず本当ね緊張してるんですけども、緊張してるんですけども、本当に今までね、うん、ずっと、うん、ワロップのアプリでね、うん、聞いてくれてたんだ、はい、仲良くね、母と聞かせてもらってたんですけど、母さんと、はい、すごい、そう、なのちゃん、なのちゃんずっとね、嬉しいお母さんファンになっちゃってそんな身近にリスナーさんがいるとは、ね、そこの場についにね、自分も、自分も出演してしまい、いいお母さん聞いてるって言って、言ってた、お母さん聞いてる聞いてるよってきっと言ってるよ自分もエスタマーなんていう何が来るなんて、こんな日が来るなんてまあでも今日は頼りになるね、あのレギュラーの面もいるんで、ぜひ頼っていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、楽しんでいきましょう。はい、はい、というわけでエスタマー5、今夜もよろしくお願いします。はい、ということでシューティングスターの SS 卵、うん、新しいスタイルのガールズエンターテインメントユニット、私たちシューティングスターがここを東京押上のワロップ放送局から生放送でお送りしています。それでは早速4人でいろいろなお話をしていこうと思います。はい、前にちょっとコメントが来ているのでね、お、コメントが、はい、SGST さん、いもこさん、たまちゃんさん、エスタマー、エスタマー、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回、はい、美空が今日初めて出演してくれたんですけど、はい、ようこそ、ようこそお邪魔します美空がそのどういう人なのかっていうのみんな多分気になると思うんですけど、なんかメイから見て印象とかありますか、美空の。美空さん、美空さん、あの美空は2019年、2年前かな、うん、2年前だね、に初めて私もため、あの美空とプロジェクトにね参加してくれてってことですね。その時に初めて会ったんですけど、うん、その時はこうなんかあんましゃべ話す機会もなかったんで、うん、なんか割とおとなしい子なのかなみたいな、あ、見た目がみたいな。でなんかあの今ワロップのアプリ見ていただけたら分かるんですけど、あの写真、私たちの、うんうん、この左下の子なんですよね、うんうん、左下の座ってる子なんですけど、こうおとなしい感じじゃないですか、パッと 見た感じ。そう、こんなんか、そうだね、おっとりした感じだね。よく言われます、よく言われますと思ったんですけど、いざこうね一緒に活動し始めてから、うん、全然違うみたいなギャップ見た目との、本当にそうって思ったのと、うん、どう違うの。あー、 それ言ってなかった、うん、なんかおとなしいかと思いきや、うん、意外となんかね、え、わかるえ、なんだろう、なんて言えばいいのかな、なんか結構、うん、お調子者ってこと。あ、そうそうそう、サバサバしてるよね、結構ね、そうそう、で全然なんかおとなしい感じじゃないって思って、うん、あとなんか割と、あと最後の方にあの、うん、メンバー、うんうん、新メンバーとして加入したんだけど、そうだね、あの振り覚えがめちゃくちゃ早くて、
そうそうね、デビューライブの2週間前ぐらいに、ね、そう加入してくれたんですけど、もうそこから全部一から振り覚えて、そう曲も歌も全部覚えてね、すごいなっていう印象です。私は突然のメディア選抜抜擢抜擢で、ね、私の中でも何が何なんだか分からない状態で、2週間前に電話して美空いけるってびっくりだよね。そんなんね寝てたんですけど飛び起きてほいみたいな。いやね、そういう感じですかね私は。でも私もやっぱギャップ大きいなって思ってて、う、ね、うん、最初会った時は、うん、私は本当に今まで会ったことなくて、うんうんうん、その2週ライブの2週間前ぐらいに会って、うん、まだ1ヶ月とかしか経ってないんですけど、うん、でも最初に会った時本当に女の子らしくて、うん、可愛い感じなのかなって思ってたんですけど、うん、なんかやるって決めたことはもう絶対に曲げないですみたいな、あ、それはあるな、そう、なんか意志の強さ、そう、うん、でそう意志を持ってるなって思って、そこすごいギャップ萌えだなって思いました。面白いことめっちゃ言うしね、ポっていうもんね、いきなりね。あとそのミスラはそのバンドのボーカルとかもやってたみたいで、やってましたね。そう、なんか歌声もすごいかっこいいんですよ、ね、うん、ちょっと聞いてもらいたいよね。そう、聞いてもらいたいんですけど。ね、ぜひぜひ、あの YouTube にあるんで。そう、見ていただけたらね。回答的にはどうですか、ミソラ。ミソラってあの、名前がひらがなのミに空って書くんですけど、うん、本当になんか僕的にはなんか本当に青空のような子だなと。まあ、この間のLINEとかでも伝えたけど、はい、本当気持ちいい子だなと思って、本当あの親御さんのね、あのものすごく愛情のもとに伸び伸び育ったんだろうなと思って、お母さん聞いてる？お母さん喜んでる？一応言っとく、本当そういう感じ。だからなんかこうなんていうかな、2週間前とかライブの2週間前にあの声をかけさせてもらって、よし美空を出そうと思って決めたんだけど、はいはい、その時に何か、うん、メンバーとかもなかなか固まんなかったりとかして、ちょっとライブだけ決まっちゃってて、はい、みたいな感じの中で、ね、どうしようってなった時に、曇り空っていうかどんよりした感じっていうか、はい、うん、そこにこうミソラがパッと入ってきてくれて、はい、なんかこう本当に青空に変わった感じしたんですよ。そうですね、あの感じがすごかったんでね、本当に救世主って感じ、ね、そう、まあね、本当感謝してます、はいはい、こちらこそ、はい、ありがとうございます。言ってたようにこう夢をね追っかける力っていうか、思ってる力がすごく強い、うんうんうん、だからそれはねぜひあの叶えてもらいたいなっていうふうに思ってます。うん、そうだね、はい、ありがとうございます。ミソラはさ、はい、入ってきてシューティングスターに、うん、なんか、うん、あのどういう印象だったかみたいな、うん、あれ例えばなんか想像してたのと違ったとかさ、うんうん、そういうのあった、うん、そうですね、まあ私歌とダンス大好きで、うんまあ、芸能界で華やかな舞台に立ちたいなとはずっと思ってたんですけど、うん、やっぱり芸能界って厳しいんじゃないかなとか、うん、ちょっと怖いこともあるんじゃないかなって思ってたし、うん、そのシューティングスターのその何ですかサイトとかも見ても、うん、まあそうですね、でもどんな活動、文章では書いてるけど、うん、実際どんな活動してるのかなとかわからないし、ないね、でラジオ聞いてるけど、うん、実際どんな人なんだろうなとか、うん、そうだね、ナノちゃんこんななのかな、ナノちゃんナノちゃんね、ナノちゃん可愛かった、ありがとう。ね、そんな感じだったんですけど、うんまあ、最初にそのカイチとプロデューサーオーディションをね、うん、初めてしてもらった時に、うん、もうその後すぐにあのみんなの、うん、その練習してる風景を見させてもらったんですよ。来た、うん、そしたらそのきちんとしたちゃんとして綺麗なねスタジオでまずみんないてて、うん、みんな一人一人マイクちゃんと持ってて、どんなとこ想像してるんですか。やばいとこだと思ってた。なんかオリジナル楽曲あるし、うん、オリジナルのダンスもあるし、うん、いやすごい、あ、アーティスト活動なんだっていう、うん、一番最初に思いましたね。ここなら本当に安心して夢叶えられる場所かもと思って、うん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 、シューティングスター入りたいなって思いましたね。あ、嬉しいね、それは、まあ、実際に入ってからも、うんまあ、みんな私のことあだ名でね、うん、お味噌って呼んでくれたりして、ね、すぐに打ち解けられるようになったし、まあ、何より今すごい毎日今充実してて、うん、キラキラしてて楽しいなって思います。なんかさ、あのすぐラジオ出ろよって、はい、このあのワルポ出ろよって言った時にも、はいはいはい、頭がいっぱいいっぱいですって、うん、言ってたよね最初。ちょっと頭いっぱいいっぱいちょうどデビューライブの練習そうだよね、リハしてる時だったから
もうラジオ中に踊り出しちゃうかもしれない。こっちゃになっちゃってね。こっちゃになっちゃって。確かに私も最初 SS 入ってみて、入る前か、それこそミソラと同じこうホームページとか読んで、こうなんか新しいスタイルとかコンセプトのアーティストデビュープロジェクトって書いてて、まあ結構抽象的というか書いてるけど、初めはちょっとどんなことができるのかなってこう想像つかなかったけど、こうなんかこういざ活動を始めてみたら、こう自分の思ってた以上になんかたくさんのことさせてもらったなって思うし、ね、だからそれこそリハだったりレコーディングだったり撮影だったり、そこ最近行ったね、ロケでの撮影とか、そうだね、その話後でしようね、そうするんですけど、とかあのこのそれこそね、あのエスタマっていうラジオ番組とかに出演させてもらったり、で個人的なこととしてはあのこれをっていう面でのクリエーションとかで、あのさせてもらったりしてて、本当にこの半年ちょいぐらいでたくさんのことさせてもらったなっていうのを私も思いました。すごい、そうだよね、私も最初本当に右も左も分かんないまま活動を始めたんだけど、誰ちょっと笑うんですか、今分かってますみたいな。いや、ちょっと分かってますけど、少しはっていうね、さすがに分かってなかったらやばいじゃないですか今、なんかなんだろうみたいな、さすがに。でもなんかミソラが入ってきてくれて、その見た時になんか本格的にアーティスト活動やってるように見えたって今言ってくれたことがなんかすごい嬉しいなって思って、だからこれからもなんか新しく入ってくれた子とかが、なんかこんな場所あるんだとか、私もここでやってみたい、やっていきたいって思ってもらえるような活動を続けていけたらなって思いました。確かに、あ、10組20名様がみそらさんドジッコの見た目だけどしっかり者って、ドジッコって思われてる。ドジッコの見た目通りですね。ドジッコはドジッコなんですよ。ドジッコですよ。しっかり者やないっていうね。エスタマ恋ダンスしながら本当だ、そう恋ダンスね、話題のね、本当におめでとうございます。この場を借りて伝わってるといいな。ね、はい、ということで、新しいスタイルのガールズエンターテインメントユニットシューティングスターがお届けしているシューティングスターの SS 卵、CM の後もまだまだ続きます。はい、はい、ということでシューティングスターの SS 卵、新しいスタイルのガールズエンターテインメントユニット、私たちシューティングスターがここ東京押上のアルプ放送局から生放送でお送りしています。はい、ということで、続いてお便り紹介からいきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネームルンルンマチコさんからいただきました。はい、エスタマいつも楽しい放送ありがとうございます。先週ジャケ写とブックレットの撮影に近々行くと言っていましたが、もう撮影に行きましたか。はい、皆さんはプロの撮影の現場で撮影する機会もあったと思いますが、何か撮影で学んだことはありますか。ぜひ教えていただけたら嬉しいですとのことです。ルルマチコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、先日、オリジナル楽曲のジャケ写と、ブックレットの撮影を、私神崎菜の葉と、ここにいるレギュラーの桃田芽衣と、あと音の美空と宇部雅の4人で行かせてもらったんですよ。そうですね。で、その東京を離れて、初めての地方ですよね。初めての地方ロケで、すごいいいロケーションの下で撮影に行かせてもらったんですけど、なんかもう初めてみんなで一泊してお泊まりして、すごい楽しかったんですよ。でなんかその場所も、Dear My Friends っていう曲をモチーフとなった場所で、青い空青い海みたいなっていう場所で、本当に夏を一足先に感じられたなっていう撮影になったんですけど、なんかなんだろうな、なんか歌詞とかにも海まで続く道とかあるじゃないですか、サビにね、そうサビにあるんですけど、なんか実際にその道を見れたりとか、カイトが言ってたの、この続いてた、そうそうそう、これなんだって思って、窓から見てたよね。そうそう、窓からね、車乗りながら見て、だからそれが嬉しかったし、これからパフォーマンスする時にも、なんかちゃんとイメージしながらパフォーマンスできるなって思って、だからね、その光景が思い浮かぶよね。すごい経験になったなって思ってます。そうだ、確かに楽しかったよね。
メイはどうだった撮影。あ、撮影ね、うん、海でねメインでは撮影させてもらったんだけど、うん、こう実際に、うん、本当誰もいない、一人っ子一人いなくて、本当誰もいなかったんですよ、はい、なんかちょっと離れたところにはこう人がいたんだけど、うん、そことは違う、うん、それこそカイチが紹介してくれたところは、うん、もう誰もこういないところでさせてもらって、うんうん、で実際にこう海にこう入って、うん、撮影したんですけど、最初はちょっとね、うんうん、あ濡れちゃうみたいな、あ波来ちゃったってやったんですけど、そうそうそう、うん、もうちょっと徐々にもういっかもう濡れちゃったしみたいなね。実際海に入って、でカメラマンさんもズブズブにこうなりながらズブ濡れになりながらこう海に入って撮影してくれて、うん、こうなんか潮の流れがとか、あ、うん、波が来たからこっち今撮影できるみたいな感じでこう合わせながら、すごい大変だったなっていう風に。そうだね、ました、うん、みんな大変そう ね予測できないから大変だよね、外のロケの撮影ってこういうことなんだって思った。うん、確かにね。ミソラはどうだった？あ、そうですね、まあ、海について、うん、まあ、最初みんなで撮影したじゃない、うん、その時に本当になんか目が全く開かなくて、そう、最初はね太陽の光でなんか眩しいから開かないのかなってちょっと思ってたんだけど、カイチ曰くその、うん、現場に着いて、うん、30分間は目が開かないんだよっていうことを聞いて、うん、あ、そうだったんだと思って、本当にでも30分経ったぐらいからそう、ね、目が開くってなったよね。すごい。そう、で海振り返ったら、もう青い海と青ぼい空に、うん、いや、こんなに景色良かったんだ。最初目が開かない時ってさ、なんか慣れてないし、うん、なんか灰色じゃなかった、うん、そうです、海も、はい、海も空もそんなに青いって気がつかなかったでしょ、うん、気がつかなかったな、ね、はい、本当にね、小説のワンフレーズみたいに、灰色の世界に色づいたみたいな。やめろ、この言葉がね、この言葉がね、もうそういうリリックかけないよね。そうそうだね、そういうリリックもうかけない。もう全部違ったよね、空も海も、うん、ちょっとな心なしかなんか風がこう、はぁ、すーってみたいな、うん、一気に変わったね、この瞬間に。確かにすごかった。あと水とか海とかもこう、ね、あ濡れる濡れるって言ってこう、うん、考えてる時 もう入っちゃえってなってからの方が全然表情もさ、うん、ね、違うよねきっとね、変わりましたね。でも衣装とかもね、うんうん、あ、そうそうそう、衣装で着て、うん、海で撮影をさせてもらったんだけど、うん、私服でも撮影をさせてもらって、うんうん、自分たちで組んでね、そう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 、そうそう、前日の夜とかにもうすごいね、ライン動いて、どうするって衣装を合わせるところから自分たちで考えさせてもらって、うん、でカイチからもたくさんその前日にたくさんアドバイスいただいて、まあ、ほぼ説教だけどね。これじゃダメだって、うん、やっぱり海とかそういう、うん、外の自然のところで撮影するときは、うん、それに負けないようにカラフルな服で着るんだよとか、うん、あと細かい柄のものはもわれしちゃうから、うん、あんまり避けた方がいいよ、干渉自慢が出ちゃいますからね、はい、そういうのたくさん教えていただいて、うん、初めてね知りましたね、うん、でも結局当日行ったらたまたまね、うん、そうだね、こうなんかテイスト揃った感じなので、うん、色味揃ってたね、そう素敵に撮影させてもらって、うん、そうそう、だから準備がすごいもうバタバタで、うん、みんな結構荷物がそうそうそう、これもいるかな、それも着れるかなみたいな、ね、感じで、そうめちゃめちゃ荷物多くなっ てね、中でもうるいみやび、そうみやびがもう本当に尋常じゃないくらいのデカさのキャリーケース持ってきて、何泊でどこの海外のね、なんか1週間よみたいなキャリーケースで、どこに行くつもりやみたいな。そう、車に乗せる時とかももうなんか、うん、乗らないよって会社がめっちゃ怒っててもう絶対禁止だからね、気をつけますから、ね、はい、そうそう、でそれこそカイチがさずっと移動中さ運転してくれてさ、うんうん、移動中もすごい楽しくて、なんかみんなでシューティングスターしりとりしようとか、ね、なんかシューティングスターあるあるのことを絡めてごしりとりしたりとか、すごいワイワイね、楽しく話してて、ね、うん、同じ語尾がさ何回も来ちゃって結局同じフレーズでね、そうそうそう、そういうノリでねそうやってて、うん、すごい楽しかった。みんなでお風呂とかも入ったでしょ。あ、そうなんですよ、なんですよ、なんかいっぱいそれこそご飯をねご馳走していただいたんですよ、カイチに、うん、で美味しかった、すごいいっぱい食べちゃって、うん、あ、これ
明日の撮影やばいなって、うん、前日なのにこんな食べちゃったぞってでここお風呂みんなで入りながら、ちょっとやばくないって言って、ってね、でこうお風呂入ってこうパッと見たらサウナがあったんですよ、うん、目の前に、ね、目の前にあこれだと思ってサウナちょっと一回入ってもうそんな前前度にちょっとサウナ入ったぐらいでいやいやいや、まあ、ちょっと気休めですけど、ねね、ここでちょっと減らすしかないなって言ってその時たまたまあの菜の葉と、うん、みやびと私で、うん、ちょっと行ってくるわって言って、うん、サウナ行ってね、たまたま貸し切れ状態でその時、うんうん、あのホテルの方が、うんそうだね、誰もいなかったんでもうサウナがもう熱々になってて、うん、もう熱い熱い熱いとか言いながらすごいもう耐えてたり我慢して熱いもう減量中のボクサー化レベルのもう感じで何やってるいやまだあと3分だったらそうそうそう、うん、でその時たまはあのミスラは平和に、うん、お風呂に、いや本当サウナに入る3人とすれ違ったんだけど、うん、もう戦場に行くかのような顔つきで行くぞ行くぞ行くぞみたいなタオルを片手にえあの方どこ行くやろあサウナみたいな戦場これからもう戦いに行くぞみたいな感じで行ったり ね, そうだねサウナでも歌ってたもんねみんなでね歌ったこの1曲分は耐えるってそう自分たちの曲をそうオリジナル楽曲歌ってて途中からあちょっときついきついって早くそうそうそうちょっと飛ばしてねやった瀬取り順でやろうとかそう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 面白いね、うん、でもそれでもちょっともう本当に食べ過ぎてやばいってなって、うん、もう結局朝当日の朝もうこれはメイクで隠すしかない、うんそうね、シェーディングしてシェーディングまたたくさんしててもうこれシェーディングスターだねとかシェーディングスターじゃないわとかそういうね、すごい楽しい、うんうん、本当に楽しかったけど、ね、もういろいろ話したりないもういろいろエピソードがあったのでお風呂とかね一緒に入ってね泊まったりとかするとね、うん、信頼関係も全然、ね、そう裸の付き合いが、ね、できました、うん、でも結束も深まったし、うんうん、学んだことはすごいたくさんあったから、ねうん、これから生かしていけるようにね、うん、なんか抱き者の撮影もこれからいっぱいあるみたいなんで、うん、これから頑張っていきたいと思います、うんはい、頑張りましょう頑張ります頑張りますはいということで新しいスタイルのガールズエンターテイメントユニットシューティングスターがお届けしている SS 卵 CM の後もまだまだ続きますはいということでシューティングスターの SS 卵今週もあっという間にエンディングの時間となってしまいましたが番組初出演だったみそらから何か言いたいことありますか、うん、いや本当あっという間ですねあっという間ですよ感じてもらえたいつもね感じましたはいってずっと言ってるんだけど、はい、あっという間でやっとわかりましたいや今回、うん、SS 卵に初出演させていただきましたけども、うんうん、今ねコロナとかいろんなね、うん、活動が制限されてる中で、うん、ラジオっていう音声メディアでメッセージを届け、うんさせていただく場に立たせていただけることって本当ありがたいんだなっていうのを改めてね感じましたそうだねこれから SS 卵に出演させていただくことまた機会あると思うんですけどもそうだねたくさんの女の子に夢と希望を与えられるようにシューティングスタートとしてみんなと一緒に頑張りたいなって思います素晴らしいね素晴らしいめっちゃいいこと言うレギュラー交代じゃないこれやばいんじゃないかなコメントがミンミンゼミさん、うん、シェーディングスターわらわらバレちゃうなシェーディングしてたことバイバイ梅梅さんサウナ入りたい一緒に入りましょう入りましょうはいということで、うんはい、ここでお知らせなんですけど、はいシューティングスターの公式ツイッターを開設しています、うん、アトマークシューティングスターアンダーバー OA というアカウントになってます、うん、OA はオフィシャルアカウントっていう意味になって、うんうん、入力すべて小文字で検索していただければ、はい、出てくのでね、はい、ぜひフォローしてもらえたら嬉しいです、はい、でそこに YouTube の URL も貼ってるんですけど、うんうん、そうね、公式のそう、うんうん、シューティングスター公式チャンネルっていう、うん、カタカナでそうね、カタカナでシューティングスター公式チャンネルっていうのがあるので、うん、それもねぜひ私たちのライブを見ることができるのでそう、はい、そうね、なんかもし見たよって方がいても、うんうんあともう 1,2 回そうそう3回4回5回いっぱい見てもらえたらね何回見ても飽きないですから ね, ですからね見ていただけたらなと思います、はいはい、ということでね、うん今夜もお便りたくさんありがとうございました、はい、ありがとうございます、伊達巻メガネさん、はい、崖の上のトドさん、ミラノ風マリアさん、はい、リトルスターさんなどのたくさんの方々からお便りいただきました、はい
当にありがとうございました。ありがとうございます。というわけで SS 卵、それでは来週も水曜夜7時30分にお会いしましょう。せーの、Sたまー。